藤沼春樹君、北上市。第3レーン、阿部悟君、矢巾町。第4レーンを開けます。第5レーン、石川周平君、花巻市。第6レーン、坂本慶君、盛岡市。第7レーン、田代雅人君、盛岡市。第8レーン、斉藤陽平君、北上市。第9レーン、多田渡君、花巻市。以上7名で一部男子 110m ハードル決勝です。第8レーン、北上市の斉藤君は日本選手権で14秒20秒を超えています。